1965年12月10日帯は、日本の島根県松江市出身の元アナウンサー、実業家、イコーポレーション、取締役、CFO、身長163センチメートル、血液型 O 姉は元 CBC、NHK アナウンサーで、フリーアナウンサーの福島厚子、夫は、プロ野球選手の一郎、本名、鈴木一郎、技鉄、 議定の娘は、ファッションモデルの鈴木来会。義父は、実業家の鈴木信幸。一郎との結婚後、戸籍名は、鈴木由美子、鈴木由美子、由美子鈴木。松江市立朝日小学校に通い、島根県立松江南高等学校時代には、バレーボール部に所属。慶応義塾大学文学部卒業後、1989年4月に TBS へ。 アナウンサー第25期生として入社した同期は小林豊、斉藤哲也、小笠原康子、原山李一郎。入社後は三宅裕二の海老ゾり巨匠天国、クイズランチなどのバラエティ番組 JNN ニュース1130のサブキャスターやザフレッシュ、世界カレードスコープなどの報道、情報番組の司会などを務めた。スポーツ分野では JNN スポーツニュースや JNN ニュースの森のスポーツコーナーに出演し、長野オリンピックの現地キャスターなどを歴任した。その他では番組宣伝や局主催のイベントを紹介するシーンや番組、教えてあげるに出演したことがある。1990年頃から1998年まで小坂井和樹と関根勤がパーソナリティを務める TBS ラジオの 番組、コサキン、番組タイトルは、コサキン解決アドレナリン、コサキンでは青。に、たびたび、ゲストとして出演した。スタジオ収録、横浜、野毛山動物園、横浜中華街での収録、数百人を集めた公開イベントや、さらには、コサ会の代行も務めた、1998年12月24日、放送。コサ会が、 南極地域観測隊に同行した経験を持つ父親と共に南極大陸へ取材に向かったため番組内ではユーイと呼ばれるなど出演者、スタッフリスナーに親しまれ関根は番組内で福島姉妹の中では妹派だと宣言していた1995年の暮れから数回にわたって TBS ラジオで放送された一郎の気持ちはいつもフルスイングにて 福島はアシスタントを務めた。パーソナリティは当時オリックスブルーウェーブの選手だった一郎であり、この仕事が一郎との交際のきっかけとなった。以降、テレビでも対談したほか、TBS がインタビューを行うときは、一郎は必ず福島を指名するようになった。1997年の8月からは、取材する側とされる側の垣根を越えて、個人的な交際が始まり、 1999年1月に一郎が福島にプロポーズした。そして同年3月に TBS を退社。同年12月3日、現地時間、福島と一郎はアメリカサンタモニカ近郊にあるチャペルで16名の親族が立ち会う中、挙式を行った。帰国後の会見では、新郎、一郎は、新婦、美子について、 話すリズムとか価値観とか同じ空間にいて心地よく感じたと語れば、神父も振動について信頼感のある方と思ったと返し、時折顔を見合わせながら記者の質問に答えていた。以後、フリーアナウンサー転身等はせず、しばらくは専業主婦に徹する。その後、2005年に一郎、由美子、飼いの一級の三社のイニシャルの頭文字を取った資産管理会社。 イコーポレーションを設立し、不動産投資や、シアトルでは、美容サロン、エンサロン、エンサロンの経営に携わるなどしていた。サロンは、一郎のヤンキー追跡後、別の日本人美容師に譲り、手放したという。結婚後はメディアに出ることがほとんどなくなったものの、MLB オールスターゲームの試合前パレードに参加する姿や、 メジャーリーグ婦人会のボランティア活動やチャリティー活動に参加する姿たびたび報じられている。その他、一郎の食生活に関する記事の中で触れられることが多い。一郎によれば、夕食はイタリアン、フレンチ、日本食、中華を作るという。2012年シーズンの一郎を追ったドキュメンタリー番組、プロフェッショナル仕事の流儀一郎スペシャル2012。 同12月29日放送では、一郎が妻、由美子に、精神的にも支えられていると語る場面が放送された。一郎がマリナーズからヤンキースに移籍してからは、一郎や愛犬、一由美と共に、ニューヨークに在住。一郎のスプリングトレーニング期間中は、一郎や愛犬と共に、キャンプ地に暮らしている。一郎のマーリンズ移籍以降は、一郎や愛犬と共に、 マイアミに在住。2016年8月には、一郎の3000アンダー達成をスタンドで見届けた。長年一郎本人への取材を続ける石田祐太によれば、不動産ビジネスを手掛けているという事実は一切ないという。その他、マーリンズの選手たちの妻を集めて、料理教室を開いた野菜は契約農家から取り寄せているというエピソードも事実ではないという。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。